マンチェスター・ユナイテッドは、エリック・テンハーグ監督の挙手に関して現時点でも決断を下していないようだ。テンハーグ監督体制2シーズン目を迎えたマンチェスター・ユー。しかし前半戦から怪我人が続出すると、チャンピオンズリーグでは最下位でグループステージ敗退、さらにプレミアリーグでもクラブ最低順位となる8位で終えるなど厳しいシーズンに。それでも FA カップ決勝戦では見事なパフォーマンスで宿敵マンチェスター・シティを2-0で下して優勝、来期のヨーロッパリーグ出場権を獲得している。FA カップ決勝前には一部でテンハーグ監督の解任を決断したとも伝えられていたマンチェスター・ユーダが、その決勝戦から2週間が経過した現在もいまだ将来は不透明であるという。イギリス・ BBC によると、 新たにフットボール部門の実験を握るジムラトクリフ卿や上層部はシーズン終了後に全面的なレビューを行うことを約束しており、指揮官の将来もその一つであると考えていたようだ。そして、テンハーグ監督が休暇に向かう中でシーズンレビューは開始した模様。多くのメディアでは先週末には判明するとも指摘されていたが、マンチェスター、ユー側は、レビューのタイムラインは設定していない。 とと語ったと伝えられているなお、マンチェスター・ U はこれまでテン・ハーグ監督の後任としてさまざまな名前が浮上してきた。しかし、BBC は、トーマス・トゥヘル監督は就任を希望しておらず、一方で、チェルシーを退任したマウリシオ・ポチェッティの監督への関心は冷めていると指摘。その他、ガレス・サウスゲート監督、イングランド代表、グレアム・ポッター監督、トーマス・フランク監督、 ブレントフォードが候補として伝えられているようだ。そして BBC は選手全員が代表戦もしくは休暇を過ごしているためユナイテッドは最終決定を急ぐつもりがない。テンハーグ監督を含め誰も最終的な決断がどうなるのか確信を持てていないようだと伝えている。